お望みの品はどんなものでもインスタックナー。ミスター S のミステリーショップからコウちゃんたちに特別なインビテーションだ。新年の7日間、普段は手の届かない高級スイーツや高価な魔法アイテムなど、店内の商品を大幅プライスダウン。さらにセール限定の目玉商品ミステリーバッグも発売中だよ。サムズニューイヤーセール、コウンちゃんたち、このビッグチャンスを逃さないで、チェックイット。さて、商品の陳列や在庫の確認、年末からいろいろな準備を進めてきたが、いよいよサムズニューイヤーセールの始まりだ。最後の仕上げに一緒に働くクルーのみんなにもこのセールのコンセプトを共有しておこう。コンセプトは、お客様に今年初めての幸運を届けよう。もともとはミステリーショップの東方支店で大好評だったキャンペーンだが、もっと多くの子鬼ちゃんたちに楽しんでほしくて、この度全国の支店で展開することにしたのさ。だからこのセールの間は店内の飾りもレペゼン東方支店の珍しい品物ばかり。例えばあそこに飾ってある竹の置物は門松っていう有名な縁起物なんだ。他にも来店してくれた子鬼ちゃんに無料でプレゼントするフォーチュンクッキーや、セールの目玉商品ミステリーバッグもチェケラ。おや、もしかしてその顔はミステリーバッグをご存じない？あーい、もう少し詳しく説明しておこう。このミステリーバッグにはショップの人気商品をいろいろ詰め込んでいるお得なセットだよ。1日に販売できる個数には限りがあるから、早めにゲットするのがおすすめだ。何が入っているかは開けてみてからのサプライズ。新年初めての運試しにちょうどいいだろう。そんなミステリーバッグを求めて、今年も子鬼ちゃんたちが続々来店するに違いない。繁盛必須のミステリーショップのクルーになれた君たちは恵まれてるよ。学園で働ける上に高時給、こんな魅惑的なお仕事はそうそうない。たくさんのクルー希望者の中から抽選で選ばれた君たちこそ、お客様に幸運を届けるラッキーボーイにふさわしい。Hey! ミステリーショップの新たな一員として、改めて自己紹介と応募動機を聞かせてくれ。じゃあ俺からっすかね。ラギーブッチっせ。学園内で働けるとなりゃ通勤時間が不要、空いてる時間をみっちり金稼ぎに当てられる。その上時給も高いなんて応募しない理由がないでしょう。この機会にバリバリ稼ぐっすよ。次は僕か。1年 D 組、出席番号33番、ディアソムニア寮のセベク・ジグボルトだ。リリア様に勧められて志願した。バイトの経験が若様の護衛としてどう役立つのかは不明だが、リリア様のことだ。きっと深いお考えがあるに違いない。はーい、次は俺の番。ケイト・ダイヤモンドです。年末散財したし、ちょっと小遣い稼ぎしたいなと思ってノリで応募したら受かっちゃったんだよね。倍率高いって聞いてたのに、ケイ君ってば新年からついてる。最後は私ね。3年 C 組、ビル・シェンハイトよ。毎年この時期はスケジュールが埋まっているんだけど、今年は数日だけオフの時間を取れたの。せっかくなら普段できない経験をしてみようと思って。演技の仕事にも生きるかもしれないしね。センキュー、4人とも一緒に働くことができて嬉しいよ。支給した制服、新春の衣もバッチリ決まってるじゃないか。そう、なんか生地も装飾品もやたら高級そうで、仕事中に汚したらどうしようってそわそわするんだよな。でもこの魚の形した小銭入れは気に入ってるっす。
中で効果がチャリンチャリンする音って最高。この制服、バイトが終わったらもらえないっすかね。全く馴染みのない衣服だ。自分では似合っているのかどうかよくわからんな。機動性の面で不安があるが、若様の隣に並んでも恥ずかしくない気品があるところは好ましい。これはネックウォーマーだろうか。首元が温かいのも気に入っている。緩やかで上品な着こなしなのに、足元はごついブーツで決めてるのがいいよね。派手派手なデザインもケイ君好み。この格好でバイトできるなんてテンション上がるな。モデルや映画の仕事でいろいろな衣装を着てきたけど、こういった装いをするのは初めて。たっぷりとした布地にあしらわれた華やかで繊細な金の刺繍がポイント。アクセントにチュール素材のハットとグローブを添えて、クラシカルかつシックにまとめ上げて。ミステリーショップ東方支店から取り寄せた制服をコウニちゃんに合わせてアレンジした特別製作。幸運を届けるラッキーボーイにぴったりの華やかなデザインだろう。その衣装に身を包み、サムズニューイヤーセールを盛り上げてくれるかい。当たり前っすや。新年といえば客の財布の紐が緩む商戦シーズン。稼いで稼いで稼ぎまくるっす。人間相手に奉仕することに抵抗はあるが、これも鍛錬だ。必ずや立派なラッキーボーイになってみせるぞ。バイトのみんなで力を合わせて、いつも以上に熱いセールにしちゃおう。任された以上プロとしての仕事をする。仕事の内容が変わってもポリシーは変わらないわ。頼もしいよコウニちゃん。怪我をしないように十分気をつけておくれ。にもちろんっす。はい。それからコウニちゃんたちには二人組のチームになってバイトに取り組んでもらう。チーム？ああ、四人でバラバラに動いても効率が悪いだろう。バランスを考えて、事前に俺が考えたチーム分けがこれさ。チェケラ！ラギー君&ケイト君チーム、セベク君&ビル君チーム。サムズニューイヤーセールの間は互いをリスペクトして仕事に打ち込むといい。そしてここからがビッグニュースだ。耳の穴をかっぽじってよく聞いてくれ。ビッグニュースだと？一体なんすか？このバイト中、より多くショップに貢献してくれたチームにはなんとビッグアップの気持ちを込めてスペシャルボーナスをプレゼントだ。スペシャルボーナス？それってバイト代とは別にってことっすよね。ボーナスというからにはそうだろう。随分と気前のいい話ではないか。もちろんもらえるのは一チームだけ。君たちはバイトの同士でもありライバルでもあるというわけさ。ケイトさん、この勝負何が何でも勝たなきゃ。足引っ張ったら承知しないっすからね。もちラギー君、こんなチャンス絶対逃せないでしょ。僕が負けたとあっては若様の顔に泥を塗ることになる。ビル先輩、覚悟を決めてもらうぞ。誰に向かって口を聞いているのかしら、セベク。私がいるチームに勝利以外必要ないわ。全員バイブスが上がってきたようで何よりだ。それぞれ前面と協力して店のために熱いビートを刻んでくれ。溜め込んでいた洗濯物の山を片付けると気持ちいいっすよね。オンボロ寮で洗濯したいものはない？手伝ってあげてもいいっすよ。1回5000マドルから。お客様、店内ではマナーを守って大声で騒がないようにお願いします。ビル先輩が注意した瞬間、店が凍りついた空気に。
凄まじい覇気だ。